はい、というわけで、冬打ちラジオです。よろしくお願いします。お願いします。プランクの柳です。よろしくお願いします。プランクのジェットシンです。お願いします。お願いします。お願いします。長らく。長らくね。長らく久々の冬打ちラジオになりまして。一回だけ撮ったんですよね。一回だけ。一回だけ、ほんまになんかもう、なんか、手枯らしみたいなやつ。ね、カラオケでちょろちょろって。カラオケで、じゃじゃした、じゃじゃしたやつ。そう。これでも放送、まあ収録もそうですけど、はいはい、年が明けまして、改めて審査も明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もね、ぜひ、本当に、お願いします。切に言う。去年はね、公演もあったりとか、はいはいはい、あの、まあ YouTube ね、始めたりとかもあったんですけど、うん、今年も、まあ、YouTube とか、まあ、企画とかもね、はいはい、やっていけたらと思うんで、ご愛顧のほどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう早速、お話に行きます。あ、いいですね。今日テーマがあるんですね。テーマ、そう。はいはい、前は確か、忘年会の、はいはいはい、立ち回り方みたいな。弱者に送るという。弱者に送る。今回は弱者に送る。あ、なるほど。弱者からお送りしてますという。そう。あの、これはもうオールシーズン使えるやつです。なるほど。飲み会に誘われた時の、上手な断り方を考えていこうという回にします。はいはい、これはみんながもう必要としている。もう永遠のテーマでしょ。死ぬまで言うてると思う。最後、カオケに入る直前まで、あ、どうやって出たことあったよ。なんか言えないかな。言ってると思う。なるほど。飲み会の多い職場で働いた経験は終わりですか？僕は一時期、まあ2年ぐらいはありましたね。そういうの多いのが。激しめですね。普通よりも多いかなっていう感じですね。うんうんうん、僕もねありました。あのしかも立場の、はいはい、高い人から誘われる社長とか、うんうんうん、うわ絶対に断れないその回避できないイベントみたいな、はいはいはい、なんですけど断ってました。基本的に僕は断ってなかった。そこの会社では断れなかったですね。あ、なるほどね。もう断れないっていう。で、一個思ったのは意外と断るもう大丈夫なんやっていうのも分かってる来る時もあるんですよ。前提としてね。意外と断ることが悪だと思ってますからね。そうそう。もう未熟なうちは未熟な。たまにいるじゃないですか。もうほんまに断る人平気でいるいるいる。お前なんか俺らからしたらチートみたいな人ね。そうすげえな、うん、でも彼はきっとこう慣れてるんですよ。もう断った後の、うん、あの起こり得る影響を知ってるから、うんうんうん、あ、まあ大丈夫、これでこの程度やなっていうの分かってるからもう全然いけてるから。あ、なるほどなるほど。被害を想定できてるのか。できてんねんと怖がりすぎてるんかもしれない。断れない人は。ああ、意外と確かにどうなんねやろうっていう不安はあるな。そうですよね。え、柳さん断るの得意ですか？いや俺も苦手。やっぱり苦手。どっちかっていうと行った先で頑張って咲こうって思うタイプ。ああ、なるほど。置かれた場所で咲きなさいじゃないけど最初はもう正直にかました方がいいと思います。ほう。もう、あ、ごめんなさい、ちょっともう今日やめときますって。もう理由も言わへん。あ、はいはい、食い繕わない。やめときますっていう。あ、いけないかもとかじゃなくて。言わない言わない。もういけないですと、うん、あ、それがもし成功するんであればもうその通りで行く方が、はあはあ、あともう誘われないキャラクターの方が。あ、なるほどね。あの子は誘ったら迷惑なんかな、うん、みたいなもいるんで、まあ、そのキャラになっていけたらまあこの先安泰。うん、まあ、安泰。むしろそのキャラになってたまに行こうもんならなんかそうありがたがられますよね。そう、あ、今日はあいつが来るのみたいな。確かになんかもう向こうも若干襟を立たす感じがリップになっちゃうぐらいのでもそれはやっぱり、うんうんうん、あれよね、こう例えば仕事とかも一定レベルでやっぱりこう結果出してもらえるとなかなかできないですよね。実績がね怖いですよね。いるんでなかなかね、こうあれば理想だなっていう形ではあるんですけど、うん、なかなか難しいです、ね、難しい。でも理想は結構やっぱ嘘ついちゃうな。ついちゃう。もうなんかいらんこと言ってまうもん。僕もいらんこと言っちゃう時ある。いや今の俺よかったよ、なんでそんなこと言うたやろみたいな例えば何、あの東京からあの友達が久しぶりに帰ってきてて使うでぐらいで押さえといたらいいのに、いやもうほんまにもう次あの会えるん、またどっか転勤するからどっちあるか分かんなくてみたいな。あ、わざわざそんなん言っちゃう。ちょっと持っちゃうんや。持っちゃう。森の上に持っちゃうから、もともとが森やから、グラグラやもんな。グラグラ。そしたら今度また、そういう話して、え、あの子ってなんか福岡行ったんじゃないのみたいな。いや、あ、あの、またこっち帰ってきてきて、みたいになっちゃうから。あー、後々影響出るんや。ノリってどんな感じで伝えます？僕はダメなんです。あの、すいませんってなっちゃう。あー、そっちか。ごめんなさいってなっちゃう。いや、もう俺もそっちタイプやねんけど、うん、本来多分軽いノリで、あ、行かないです、行かないです、今日は。って言えたらもうそいつって最強やん。最強、
ほんまにいいと思う。行く時のテンションで行かへんっていう。そうそうそう、行くんかなおいや、行かへんねんってなる。周りから見てても行くんやん、思うもん。だって。うん。ありがとうございます。でけんな、なかなかでも。一個進んだ提案として。はいはい、提案これ行きたい。一回こっちから誘ってみるっていうのがありますよ。はこれもう長期戦ですよ。面白い。これ長期戦ですよ。だからもうほんまに、一回誘って、もう、だから一回飲みに行かなダメです。なるほど、なるほど。これも辛いです。これも辛いとこですけど。怖いよ。いけ、怖いよ。いや、一回、でもそれはもう前の放送聞いていただければ。なるほど。飲み会での立ち回り方もやります。はい、彼の方に乗っけてくださいね。はい、ね。ありますからね。使ってもらって。そうそう。一回誘うと。誘って飲みに行くと、はい。さ、こっちから誘った飲み会をした後に、次から誘われた時断り続けても、やっぱね、ベースはね、あいつはでも誘ってきた男だっていうのがあるんですよ。嫌じゃないと俺と飲むのは。そう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 。から、あ、今日はダメだったの。勝手にそれもだから、類推してくれます。はぁ。あ、今日はごめんなさい、やめてきますわっていうのが、一回こっちから飲みに誘うことで言いやすくなるっていう。なるほど。攻撃は最大の難聴やらってさ。ほんまや。難聴やら、難聴やら、攻撃は。攻めちゃえば。攻めちゃえば、攻めいられることもない。しかももう一個目、いい面がありますよね。それで、相手が行けなかった時のメリット。こっちは誘ったから。そう、そう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 。あ、そっちが断ったんだね。そうそう。っていうのもあるし。こっちは行っとる時間でラッキー、ダブルでラッキーみたいな。うんうん、あ、僕性格悪いから一回それやったことあんな。あんのかい3回断ったんですよ。3回。はいはい、回数でよう見る。回数で見るよ。そう4回目来そうやな。来た時に、なんかふわっとトイレとかで、まず、近く行こうかみたいな言われたから、これ今週あたり来るなって言って、金曜日に来よると。その日、木曜日この人絶対ダメなの分かってたんですよ。うん、だから、木曜くらいに、あ、行きませんみたいな。今日行きませんみたいな。ああ。なんかめっちゃ前から行きたかってみたいな感じ出して、うんうんうん、そしたら、ごめんみたいな。せっかく誘ってもらって悪いねんけど。わかんねえってなったら、向こうも断ってるから一回。悪いことしてるな。最悪次僕一回断っても、4回目というよりはお互いが合わなかったねみたいな感じでチャラにできるから。リセットや。また決めましょうみたいな、落ち着いたらまた決めましょうみたいな。ああ。それだからこう狙って、ここやって。で、たまに勘違いの時あるから、ね、行ける時あるから。あ、行けたあれ、あの予定はみたいな。昔のことわざや。策に溺れる。策に溺れる。いけちゃうハムになる。そう。だからまあ確かに、先生ね、こう攻めるっていうのも一つありやな。一回攻めるのありかなと思いますね。だって攻めたら自分の有利な状況で物事を進めるじゃないですか。うんはいはい、例えば二人きり嫌なら怠慢で、嫌なら友達、はいはい、もう一人協力者を。例えば俺とシンさんが同期やとしたら、うん、あの人と一回だけ行っとこうぜって三人で行った後に。なるほどなるほど。だからしたら、次、差しでもあんま誘われへんねん。あ、確かに。あ、飲みに行くときあの3人なんだなっていうような、はいはい、なんか向こうも勝手にルール付けをされるから、ってなったら、あ、3人で会えへんから今回やめとこうかって。ほんまや。断る率も高くなる。回数、そうやね。確率下がるもん、3人。おぉ、喋っててすごいいいな、これ。これええな。これええな。山田さん同期やってやるな。ちょうどええ、ちょうどええ。ちょうどええな。あと、新入社員で、こうリスクあるけど、僕、自分の同期がやってて、いいなと思ったのは、僕が入ってからやっぱり何でもかんでも言ってたんですよ。やっぱり気に入られやなあかんと思うし、うんうん、そこでマイナスに思われたくない。典型的な若手社員。そう、行けませんみたいな。うん、で、僕と同じ2人同じ部署に同期いたんですよ。もう一人。はいはいはい、常に今比べられるわけですよ。でもその人は対局で、もうほんま断るんですよ最初から。なんか軽い感じで、あ、僕今日ちょっと行けないですみたいなとか、友達と約束あるんでとか。で、その時に僕例えば飲んでると、ジェットって呼ばれてたんですけど、うん、ジェットはやっぱ、俺ジェットええわ、やっぱ、なんとかはけえへんもんな、みたいな。こういうの、もう大事やわ、とか、うんうん、あ、いや、そんなことないですよ、とか言って、やって、最初可愛がられてたんですよね。うんうん、途中から、そいつが、まあ、何かの拍子に参加し始めたんですよ。あ、飲みの席に。半年ぐらいしてから、あ、まあ、引っ越してきたのもあって、そうしたら、僕はずっと言ってるけど、来たら、レア、最初はレア。特別感あるな。来たと。あいつ来るな。それが続くわけですよ、ずっと。そしたら、あ、あいつ頑張ってんな、みたいな。俺らとめっちゃ飲んでくれるようになっちゃって。打ち解けてきた。やっぱ仕事もやっぱりその分、頼みやすくなったわ、みたいな感じで、どん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 、同じだけ行ってんのに。うわ。で、僕がちょっとその時行かないじゃないですか。1回、2回。で、彼は、ここ行き始めてるから、最近ジェットの付き合い悪いよな、みたいになってくるんですよ。回数で言ったら通算は前半の方が多いのに。多いのに。後半やから、それ。今が大事やから。ジャンボの方が多いの。もう一人誰か知らんけど。そう。
そいつがやっぱりなるのよね。座禅派の貯金なんて薄いもんで、で最初我慢して嫌われてもあと挽回した方がこれ新入社員とか言ったらええんかなと思って思った。それはそっか、だからプレミア感出しどころですね。これどこで出すか。いやまあヤンキーのあれと一緒よね、さっき言ってた、うん、最初に悪いことしてもあとやった方が絶対に、昔はあんな人やってんで今すごないみたいな人やで。役者はね最初断ったらね怖いよねってなるね。ほんまに怖い。強者のやり方いいですね。それ確かにね、出しどころを自分で決めれるっていうのは一層強いです ね。ある意味リスクを一回背負うのはさっきの柳さんの、そのあれもそうやけど強くはっきり断るって怖いけど、うん、実は一回リスク背負った方がいいかもかね。逃げ続けるよ、もうお前体勢を見ればね、うん、あの大きく見ればその毎回も小手先の技術で逃げるよりかは、うん、もう一回かますか、かますだいぶ後で溜めていくか、うん、の方が相対の通算をかなり楽な思いができるかもしれない。確かにそこやな。すごい学びのある非常に学びのある放送ですよね。逃げたら追っかけてくるから、もうこの世の常でそう、逃げるものを追っかけるからね、みんなね。そうなんです。追っかけなきゃっていう方法、なんか逃走本能が。そうそう、世はみんなバファロー、みんなバファローやから、みんなバファローなんで。いきましょう。はい、いうわけでございました。喋、はい、るな。やっぱり17分になっちゃうもんな。ほんまや、10分にしょうもなって言うてんのに10分よって言ってんのに、まあ、切ってちょっと短くしますんで、ね、はい、はい、というわけで、以上冬打ちラジオでございました。また次回もよろしくお願いします。お願いします。あ、よければ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。さよなら。さよなら。